です4月26日に二十歳の誕生日を迎えました浜浦綾乃ちゃんについて今日はねお誕生日祝いというような動画を20歳20年間を振り返る形主に最近の浜ちゃんというところに焦点を絞ってお届けしたいと思っておりますよろしくねじゃあ行きましょうえー、っとね この、えー、と動画自体というのが3つやはりセクションを分けますで1つ目は「拳ファクトリー時代後期」そして2つ目は「拳ファクトリー解散後二十歳の誕生日まで」ですからこの1ヶ月弱ぐらいですよねどんな感じかっていうのとあと3つ目は「それを踏まえて今後のハマちゃんどうなっていくの?」みたいなそんな感じでいきたいと思っておりますではまあ最後まで付き合ってくれたら嬉しいんで1つ目いっちゃいましょう えっとね、まず拳の最終的な部分ところになるんですけど、まあ、僕自身はハマちゃんを見てきたところで言うと最後のところっていうのは意外とまだ頂点に向かってないんだけどもう5合目いったのぐらいのところなんだけどなんか見切りであもう自分はこの道はこの辺で。 いいんだなこの景色でいいいんだななっててううような雰囲気を感じてましたでしっかりそこを見てそれより上に行きたいとかそれと違うところっていうのはハマちゃん以外の人はいろいろ考えたんだろうけどああまあ多分ここでいいなっていうふうなのが自分の身の丈って決めた感じに移りました。 まあこれはこの前に3月の,その30日の解散ライブの時の前に浜浦綾の動画を,を撮ってるんですけどそこで声の感じとか僕なりの感覚っていうのは大きくは話しているんでそこ見てくれたらなんと思っておりますでこれで1つ目はひとまず短くいきここからが重要ですね2つ目い、えー、っちゃいましょうか2つ目はまずインスタライブというのが最近主に 見れるハマちゃんの現状なんていうふうな感じになると思うので3回やったインスタライブの中からちょっと気になったところっていうのをまとめますかそんな感じでいきましょう。ですぐ3月の3日だったかな解散後すぐみたいなインスタライブっていうのはまあちょっと危ない発言もあったけどもファンとの距離というところを縮めたりしていく作業だったような気がします。なんかねイインスタライブ僕 ハローメンたくさんやってるじゃないですかまああの辺はベテランの面白さ出てるんだけど羽を外しながらもねだけど浜ちゃんとかのはねちょっと一人で喋らせてるとおっかない感じっていうのはあるっちゃあるんですよ。で彼女自身が何だろうねハローのところから育んだものを次に持っていくっていうところじゃなくてこれ皆さん思ったでしょうけどなんかそこを切り離して。 新しくやっていく自分で意外と消去法で決めたなっていうような感じ感覚を取ってしまいました思ってしまいましたでこれはねいいところあるんですよいいところ大きくじゃあ2つ行きましょうかいいところで言うと自分で何か発想があるっていうふうなことと思った場合であった場合選択肢っていうところは一応無限に広がってるんですよ で、この無限に広がっているってことは本人が柔軟でさえあればそんなに時間かからず実は飛び出していけるんですね。これには短所もつきまとめます長所2つ言ってからつけます。で2つ目の長所、えー、彼女自身が今19歳なんですよね。ああその段階ではね4月3日の段階ではね。なので19歳の発想生きる道の転換としてはある程度 成し遂げたよよ僕とか見えるんですよまあ先ほどは5合目ぐらいって言いましたけどとはいえこぶしファクトリーはきれいに解散してるからそういうふうに見えるちゃ見えるだから19歳で一つのキャリアを持って次の道に挑戦できるってことはこれ社会人的にはだいぶ早いですよねなのでそういったところアドバンテージあんのかなというような見方これが2つですただし この二つというのは、同時に短所を含む長所っていうことですよ。諸刃の剣なんていうね、言い方ありますけど。で、それどの辺かというと、ご説明しましょう。えー、前者の場合は。守られていた自分っていうところに、過信が出てくる場合ってあるんですよね。過信とは何だろう。えー、自分自身が、もう、思い描いていたベストっていうのが特にある時なんですけど。そこって、十九歳ぐらいまでだと。 漏れなく大人の力で叶えてるんでですよなのでここが過信になってしまい自分一人でやった自分たちのグループだけでやったというところ少しでも流れてると1ヶ月に1日とか年一度もあるんですけどその痛み痛い目に遭ってやり直すってことを我々男性とか 今俗にう一般人とかだったら全然できると思うんですけど少し名前があったり少し相手につけ込まれる隙があるという言い方にしましょうそうなっている場合っていうのはこのミスは致命傷になる可能性がありますそれを絡んでいるのが一つで2つ目後者の方なんですけどどちらかというとハマちゃんは。 やりたいこと考えていることというのの選択肢を広げてやっていくっていう雰囲気には感じないんですよ。まあ、理由もいくつかあって、まあ、本人が言ってたのはこの1年間問題がありすぎて泣いた笑った悩んだが多く気づきがあった19歳の1年ということを言い,言い方してるんですね。これは先日日ののののののの誕生日の時の19歳最後の数分の間イのインスタライブでで言ってますでしかもその中で 20歳にななってからから何をやっていきたいかっていうふうにすると女優モデル歌手というような順番でだったんですよね僕ねこれは僕のこっからは短い時間偏見というか僕の考えで言いますけど「ハロー」で歌ってた子で女優モデルという子がねもったいなく感じるのさ。女優はね2時間 まあドラマだと1時間朝の連ドラだと15分ですかとはいえそれだけの長尺ですよね時間要しますでモデルというのはあのくすみの小春さんがすごいこと言ってた時期ありましたけどまあ冗談かもしれないけどねそれもそれで簡単な道じゃないですよね倍率あと浜ちゃんハローではもちろん素晴らしいスレンダーな体形してるけど じゃああの体型でモデルといってどれぐらいの仕事があるのかそして19歳二十歳と今なってますうんできなくはないけど一流のということはねな,な,ないことはないけどすっげえ確率低いと思うんですよ。それはねそれぐらい甘くない世界っていうことは知っといた方がいい感じじゃうそういう感じなんですよね。で歌手3番目に置く。 この3番目の歌手が硬いし見たいのさファンは <laughs> だから僕らは今浜ちゃんの話を総合するとどうしなきゃいけないかって言ったら女優とモデルを挫折するの待って消去法で3つ目で歌手をやるっていうのを待たなきゃいけないってことがまあ今の浜ちゃんってことなんですよねこれはねちょっとびっくりもするところうーまあな,なくもないっつうか 読めてたけど言っっちゃうんだなっていう言わなきゃよかったのにっていうふうにちょっと思ってましたね。うん、だけど浜ちゃんを明るく楽しく持っていくと言ったらこれは今長所あ短所に聞こえたかもしれないけど長所でフォローするとすると浜ちゃん自体が今そんな風に考えられるニュートラルな状態ってことですよね。ですのでこの話っていうのをインスタでここまで赤裸々と申しますか今の心境を言える状況っていうのを手に入れたかったのかなって考えるのが。 まあ正解なんでししょう、ね、そういうふうねそいいふに思いましたで彼女自身、えー、今新しい事務所はオーディションを受ける段階とか話してたりファンの方からの質問だったかなユーチューバーは難しいから大きくなってからやりたいっていう大きくなってからっていう表現がよくあったけど知名度的なやつですかねビッくになるみたいなそっちですかねそういうような感じの発言してました。でこれ皆さんん思思ってると思うんですけど 新しいいい事務所ってううのこれどう思います今本人におわせ的には交渉段階にあるみたいなことも言ってたりしますしどの規模のやつか分かんないですけどでオーディションを受ける段階ってことも同時に発言してるんですよ。っていうことは抑えのどこかあまあ何ですか志望校とは違うなんかそういうそういう話ですよね。物を抑えといて それで挑戦しますそれでなければここ入りますみたいな感じなんですかね。こここれはねここが一番心配僕がハマちゃんならフリーで徹底的に全部やれるちょっと簡単に今ネットでも勉強できるじゃないですかそのフリーランスでやるとか独立してやっていくにはどうするかとかっていう話なんですけどそれが一番危険性が低い気がする。 なんか言っちゃ悪いけどねなんか騙されそうな感じもこれ感じてますよね皆さんねこれ言うか言わないか迷ったんだけどなんかねそれ,それぐらい無邪気で可愛く喋ってくれてんすよこれ悪いやつだったら利用しますせしますせって言ったの急にね何弁だよって話だけどそ,それぐらいちょっと思ったのね、まあ、みんな思ってるでしょ まあ、SNS を通じ,通じて、えー、いろんな活動の幅を広げたいとかも言ってたり語学の勉強もしたいとか言っててこれも全部いいんですよ全部やりゃいいんだけどこのふわふわっとした感じがまあ俺がちょっと悪い業者だったら騙しやすい雰囲気あるんですよねこれまずいんじゃないかっていうのはずっと思いながら見てますで同時にこれねあとプライベートの話でワインが似合う女性になりたい似合うよ大丈夫だよ でも全部ふわっとしてるんだよで全部抽象的なんだけどそれがいい方に切り替えればまあオール伸びしろと申しますか挑戦していく時間もあるでしょうしもうこの20歳の1年間というところでやりたいこと全部やっていくことで言うこと変わりそうなそういうような感じにも思いましたね。決めてないからこうだじゃなくてふわふわっとした感じのことを言っててでですよ。 世の中で考えてみたら大学2年生ぐらいのタイミングじゃないですかあの普通に行ってたらね。自分が二十歳の時とかって考えてみたらもう一緒とは言わないけどこ,こんな感じでもなかなか言えてる方に入るんじゃないんですかね時代が違うからね分かりませんけどそういうふうに思うと肯定的に広がるところたくさんある。我々ちょっっとおっさん目線だから、 ね、ちょっとこれじゃ危ないじゃないかなんじゃないかってな僕もなっちゃってたんですけどまあまあいろいろそういうこと考えましたよ。ね、であやパンと仲良く話してるのなんていうのは僕あれ嬉しかったですけどねちょっと気になったのはなんかズーム飲みだったりとか誘ってみたり今度飲み行こうとか早速消しかけてるあたりっていうのが「お前ちょっと日常早いなお前」っていう感じが。 しなないででもなかったですけどまあそれでもワインの話するのはねちょっと前の動画で僕言ってたんですけどハマちゃんちょっと笑顔っぽいって言ってて笑顔もワインの話をするんですよね <laughs> まあこれはいいでしょう <laughs> ねその辺のその辺のことが、まあ、僕は何か好意的に捉える方で今はあのいます。 で、あとはインスタに僕これ見たんだけど踊ってみた動画ですかあげててあれ曲俺背景とかよく分かんないんですけどいろいろ見たんだけどまああんまり意味合い探究するまで行ってないんですけどダンスとかねあのベランダで撮ったらしいけどやりたいんだったらどんどんあんなことでもいいからみんなで煽おって続けさせておきたいですよね体にぶる必要ないからで体しなやかですからねハマちゃんのなんかダンス部でやってきたスキルなんてね ここででめてしまう必要は全くないですからねそんなこと感じました。でちょっと2つ目なわけりました。この次で3つ目いきましょう。ね。じゃあ3つ目もいきましょう。これかからのハマちゃんどんどな感じかっていう話ですうーんとね生きてるっていうフレーズとかなんか一つの言葉で人間っていきなり傷つくとかそういうセンシティブなことをすごく今気にしてる、うん、マックスの段階なのかなと思うんですね。 でそうなると勇気一つの勇気があっても誰かが背中を押したり多くの人の賛同っていうのを得ないと多分具体的な動きって遠いのかなと思えるところがうんそれはうーんこれ言葉悩むけどもごまかしてもしょうがないからお話するとハマちゃん自身が。 誰の一番の影響を受けてて誰が一番の友達か、まあ、小田桜もそういうことね言ってますよねここが今手出してあげる以外もう多分ないんだと思いますねこれからもちろん新しい友達できるかもしれないでもそれは浜浦綾乃というブランドを知っていて寄ってくる人たちだからもう過去の中選択肢大体決まってます もうその子たちがどれぐらいの手腕友情を見せるかここにかかっているような気がします話まとめましょう三つ目というのは今のハマちゃんというのが全部過去からやってきているハマちゃんであることが大体見えているそれがインスタライブで総合して伝わってきたことなゆえにもう時間のある昔研修生からでもいいですしね拳の仲間でもいいですしね そのメンバーで今の浜ちゃんというのを支えていけば絶対に輝く子ですからね、そういう未来みんなで発言を多くしながら浜ちゃん盛り上げていこうっていうふうにそういうことを言いたいとことでございましたでは浜ちゃん二十歳おめでとうということとまだまだみんなで応援していこうっていう気持ちでいきたいと思ってます <laughs> なんつってじゃあマンデーナイトですけれども素敵な平日スタートを切りましょう またね。